して青井春奈から皆様にご挨拶を申し上げます。いい子たちばかりで、みんなの言葉を
くたびに、その言葉言葉に頼もしさに、頼もしさを感じられて、安心して今日この日を迎えることができます。たくさん身の回りのお世話してくれてありがとうございました。一緒に、ふざけ合ったり、遊びに行ってくれたり、たわいもない話をしてくれたり、本当にありがとうございました。みんなのおかげで、同期がいなくなった今も、自然と寂しさよりも楽しさの方がとてもとても大きかったように思います。本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。